です、えー、ここで改めて自宅投資という考え方っていうんでね、お送りしたいと思います。まあね、昔みたいに不動産がバンバンあった時代と違ってね、えー、人口がこれから減っていくっていう中で、まあ、自宅投資っていうね、考え方どうかなっていうのをちょっと考えてみました。よくね、 自宅を買ううととすぐね腐化しちゃうとお前さんでしたがねお前さん家でもまあ車買うとすぐね陳腐化するっていうのはまあ有名ですけど家もねそうだっていうしまあそういう人多いですよねでもねまあ新築買うと3割はすぐ下がっちゃうとかねまあ利益が乗ってるとかまあそういうんですけど本当でしょうかっていうことでね私も今までまあ長い間の間に4個買って2個売るってこと えー、5年以上経ってましたから所得の税制控除でね利益はそのまま出たんですけどもまあ人口が増えていい時代だったこういうかもしれませんがまあ郊外がね下がっていても例えば都心がねここのところ上がったというのはありますよね。ですから、まあ、10年ぐらい前に郊外を売ったお金で都心に買っておけば確実に上がりましたよね。 じゃあこれからどうかということなんですけどまあ1990年から25年間はね不動産がダメな時期もありました。まあいうようなことですけども、まあ、自宅を買う条件としてはね、まあ、自宅ってやっぱりな,なきゃ困るわけで賃貸するとね賃貸すりゃいいじゃないかっていうんですけど賃貸するとその払った家賃は全く自分のものになりません。はい、でね まあタイミングはあると思いますね1990年から25年間デフレでねどんどん下がってしまいましたからこの時期私も買わないで賃貸にいました1200万ぐらい賃貸にお金出したのかな十何年かでねだとね上がるエリアもあると思います例えば首都圏なら23区とか地方でもあの地方の中で過疎になる人たちが都心にその 地方の都心に集まってくるってことで都心がいいとかね。まあ、もちろんインバウンドもありますでしょうし、それから移民もこれから人はね入ってくると思いますんでね。まあ、いずれにしても駅の近くがいいんでしょうね。まあ郊外とか駅の遠いところは難しいと思います。ただ郊外、あの、駅から遠くても一戸建ての場合はね、貸すという意味から言うと借りてはいますよ。 ただそれが上がっていくかどうかっていうのはまた別の問題ですけどもねまあ購入した金額を賃貸で回収してしまえばね多少下がってもねそこに利益は出るわけで、まあ、そういう考え方もありますそれから自宅を買うんだったらね大型のマンションがいいと思いますね、うん、それから、えー、富裕層が買えるようなねお高い高いところとかねタワーマンションのねいいところとか まあ最近羽田新ルートでねまあその下がる可能性もあるって言われてますけどもまあ飛んでみないと分かりませんしえまあ飛行場がね反対運動でねつるかもしれませんねまあそういうえまあどっちかというと不動産今まで右肩上がりだったのがねまあ新潟悲しも右肩上がりじゃなかったと思いますけどまあいろんな事情で上がったり下がったりっていうのはあると思いますが都心はね 人が集まってきますしね、インバウンドでね、えー、商業地とかそういう意味で回がってきますんで、えー、リートもありますんでね、そういう意味で言うとこう、高いものは維持されるかと。ニューヨークなんか見てもそうですしね、まあ、東京であれば、香港のね、ああいう状態を見ると、香港の人が東京で買っとこうかっていうのは、そういう動きもあるでしょうし、金融都市としてね、 えー、カジノとか金融都市として今後そういう、うん、都市としての動きもね出れば地価も上がるかもしれませんそういうことで言うと不況の時に買った方がいいと思うんですね例えば今でなくてオリンピックが終わって、えー、ちょっと不景気になった時とかねそれでね不動産もいいのはね特に自宅不動産は税制が優遇してるっていうところですね まあ住宅ローン控除が適用されますので、えー、ローンのね1%部分ですか金利相当部分を所得から控除してくれるだからあのお、ー、金、ね、特に年収2,000万とか高い人は55%ぐらいも税金持ってかっちゃうんですねそれに対してこの住宅を持っていることでその所得税が控除されるわけですから。 そのお金で投資してると考えればねそれから年間40万ですか最大13年も続くわけですからまあ500万ぐらいですか3 4二、2 5 2 0万ぐらいはねそこで蓄積されるわけですしあと賃貸に入っててもどうせお金払ってるその分が貯金と考えればねまあ横ばいであってもねえーローンが減っていく分だけ資産価値は貯蓄,蓄したのと同じですよねこれね 都心で郊外から私も都心に来て買いましたけどもあのもちろんあの上がりましたけども上がらなくて横ばいだとしても例えば、えー、1,500万のローンがなくなれば一千五百万横ばいね価格が横ばいであれば1,500万貯金したのと一緒ですからそういうふうに考えましょうということですね。だから自宅を持ってるってことはね最悪。 年取って行くところなくなっちゃいますよ賃貸ってね年寄りなくなったりするんで貸したくないじゃないですかそれも自分の家があればいいですし相続にもできますしいざとなったら売ることも買う貸すこともできるとそれからあと、まあ儲かったらどうなんだっていう時に儲かった場合は浄土税の優遇がありますね自宅の場合は3,000万控除で夫婦共有だったら6,000万,万まで控除されると特に 都心のこうこうタワーマンのねいいやつなんかですとね上がる可能性ありますよねでも5000万6000万上がることもありますんで特に銀行や外資系のパワーカップルがね購入してるケース多いみたいですよでこ税金を節税して所得税還付を受けるということでねこれはあのまだね今後も可能性あると思います特に都心地方でも都心ですね であんまり人口減ったらね、移民も増やしていくと思いますよ。まあ、ここから先は分かりませんけどね。まあ、ということで、自宅投資という考え方もね、改めて見直してみるのもいいんじゃないかと思って作ってみました。参考になりましたら、あいいねをそして、チャンネル登録していただきますと、えー、副業、ね、転職、えー、副業、転売などの不動産投資、 などのかと株投資などのいろんなね、えー、話題を取り上げて、えー、発信していきたいと思いますので、えー、よろしければいいねを押して登録チャンネル登録をお願いしたいと思いますはい、えー、それではご静聴ありがとうございました。